どうも、ちでーす。今回はですね、先ほどリリースされたばかりの LINE から出ているディズニートイカンパニーをプレイしていきたいと思います。これ、スマホアプリみたいなので、ダウンロードだけしておきました。じゃあ早速やっていきましょう。まだね、起動もしていないので、どんな感じなんだろう。お。かわいいキャラクターが。あ、そっか、オープニングムービーから始まるのか。かわいいね。なんかつむつむとはまた全然違った感じのテイストなんですね。どんな感じなんだろう。僕もまだ全然よくわかんない。ブロックを何かするっていうことしか知らないので、もう今ほんと初めてなんですけど。おー、かわいい全体的に。おっと、言語設定日本語。日本語で。なんだ？警告？設定から変更できます。まあ、とりあえず許可にしておこうか。はい。で、LINE ログイン。これだね。おっと、同意。これでいいのかな？おっと、ニックネームが出ましたね。ニックネーム。C であるかな？だいたいこういうのってね、ダメだったりするんだよね。オッケー。すでに使用されてるか。そっか。じゃあ、ちーチャンネルだったらどう？完了。オッケー。おー、できた。ちーチャンネルだったらいけた。オッケー。もう、ようこそ、トイカンパニーへ。ここでは魔法の力を持つブロックを集めて、トイが住むトイハウスを作っていきます。なるほど。お、なんだ、一緒にプレイするトイを選んでください。チップとデールか。なるほどね。今回はじゃあ、ちょっとチップにしてみようかな。選択。おう。あ、ん？なんだ、キャラクターでも出てくるのか？おー、出てきた。チップ出てきました。トイスコア105。通常のブロックとバブルブロックを作ります。キャラクターによってつむつむと一緒でスキルが違うのかな。で、スコアが105だから、この辺も若干キャラクターによって差があるのかな。はい。閉じる。で、え、なになに、あ、遊び方。はい。制限時間内により多くのブロックを、トイマシンをマッチングさせて高得点を目指しましょう。どういうことだ。画面をスライドさせてトイマシンにブロックをマッチングしてください。おう。え？え、どういうこと？あー、おーおー、なんかよくわかんないけど。ブロック同士のマッチング。トイマシンと異なる色のブロックは同じ色同士を2個以上マッチさせると消えます。あ、ちょっと待って、飛ばしちゃった。バブルブロック、一定コンボ達成時、バブルブロックが作られます。バブルブロックは周囲のブロックをトイマシーンと同じ色に変えてくれます。なんかよくわかんないね。お、これか。これも、おお、なるほど、色が一緒になるってことか。クリア。お、スキル出た。スキル、あ、これもスキルあるんだね。やっぱりね、キャラクターによってスキルが違うんだね。はい、光ったらスキルを、このキャラクターをタップすると。これなかなかたまんないんじゃないの。これなんだ、あ、こういうのも押せるのか。はいはいはい。あ、たまったたまった。で、タップ。なんだ？なんだ？クリア。ん？なんだ？今のは何だったんだ？あ、これでプレイ準備が終わりました。様々な問いと一緒にゲームを楽しみ、高得点を目指しましょう。ということで、プレイ！あ、何、もう始まるのこれ。まだ全然意味が分かってない。意味が分かってない。え、ちょっと待って、これ上行かないじゃん。どういうこと。え、どうしたらいいのこれ。おお、よく分かんない、よく分かんない。どうしたらいいんだ。あ、青に変わった。ああ、なるほど、上のキャラクターによって色が違うんだ。なるほどね、ずっと同じ色で消すわけじゃないんだね。うわ、これ難しい。おお、黄色に変わった、黄色に変わった。あ、コインコインコイン。おお、あ、なんか何個か、なんだろう、これくっつけるとレインボーになって何でもいける感じなのかな、もしかして。
え、なんかこれ難しいよ結構。しかもこのレインボーになったやつ消せないしね、なんか一番上でこれどうすんのこれ難しいよこれ。ああ変わった。どうした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 らいい。このなんかレインボー、あ、これで消えるか。あ、レインボーのくるくるしてるやつ消えない。え、どういうことだどうしたらいいんだ。あれなんか消えた。あ、色が変わったのか。もう終わっちゃった。なんかよくわかんない。なんだろうこれ、どうしたらいいんだろう。あ、キャラクターを今みたいにいっぱい集めるとつむつむと一緒で、多分ここのスコアがもっと取りやすくなるんだね。コイン34少ないのかな。これは34って普通に考えたらすごい少ないよね。閉じる、上出来です上出来だった。今の上出来だった。なんかひどいように感じるんだけど、最高のトイカンパニーにするにはもっとたくさんプレイして成長する必要があります。トイたちとゲームを楽しんでください。はい、完了、おめでとう。チュートリアル完了。お、なんかもらえる。チュートリアルを完了しました。メールボックスで報酬をお受け取りください。はい。で、何これ。どうすんの今の。あ、ガチャ。ガチャがある、ガチャ。プレミアムガチャ。うん。なんかさっきいっぱいもらえるみたいなこと言ってたよね。あ、これか、これか。お、ミニーがもらえるよ、ミニー。ギフト受け取り。ミニーがもらえる。これは誰ももらえるやつだね、きっと。はい、もらいました。あ、やっぱり違う。ブロックを作ります。トイスコア151で、その他プレミアムガチャチケット。お、ガチャチケットいきなりもらえる。アイテムチケット、ほう、トイレベルチケット。なんかつむつむにかなり酷似した感じだね。コインもなんかたくさんもらえる。タイムチケット、あ、タイムチケットとかもあるんだ、こういうのも。なるほど、これはもうまとめて受け取っちゃおうか。じゃあ、わ、すごいいっぱいもらえた。で、なんだこれ、アイテムチケットセット。あ、事前登録キャンペーンの報酬を獲得。なるほど、事前登録してたからね。わお、階段チケット。この辺がなんかあれなんだね、スコアチケットとか経験値チケットとか、多分ちょっとこうプラスにすることができるやつだよね。はい、これもうまとめて受け取っちゃおう。で、もう一つ、チュートリアル。あ、今チュートリアルやったからもらえるのか。はい。おー、またコイン2万5000ももらったよ。すごいね。ルビーが ×2。オレンジトイストーン。これ何使うんだろう。おっと、今受け取った？あ、受け取ってないね。危ない危ない。受け取ってなかった。はい、受け取りましたと。で、ガチャが、あ、できるね。チケットが2枚。これ引いてみようか。お、詳細、問いリストを確認。多いな。最初からこんなにいるの？すごいね。たくさんいる。うわー、これ出すの大変だろうな。何が強いのか全くわかんないけど。確率 2.33%。低いね。低いね。で、ガチャではランダムで問いを1個獲得できます。同じ問いが重複して登場した場合は、スキルレベルが上がります。スキルレベルがマックスの問いはガチャに登場しません。なるほど。この辺もちょっとつむつむと一緒な感じなのかな。はい。さあ、じゃあ早速引いてみよっか。なんかね、キャラクター少ないしね、まだね。引いちゃいましょう。この感じは変わらないんだね、演出は。さあ、何が出るか。おう、いいよ。いいよ、ブロックを消します。なんかこれブロックを消します、さっきもなんかブロックを消しますじゃなかった似たようなやつがいっぱいいるのかな。はい、もう一回できる、もう一回やろう。さあ、次は被らないで、お願いだから被らないで。どうだ、何が出るんだ。アリス。お、トイスコア220、結構高いんじゃない。ブロックを作って吸収します。だってなんかさっきと違うね。ちなみに3万コイン、今4万コインあるから1回できるのか。ついでにやっちゃおうかこれ引いちゃおう。なんかキャラクターとりあえず多い方がいい気がするね。確率は変わってないのかな。変わってないか。スキル前にならないとこの辺の確率は変わらないか。卒業してないからね。はい、じゃあもう1回やっていこう。さあ、何が出るか。次は何が出るか。被らないで、お願いだから被らないで。どう、おー、ドナルドだ。
トイスコア165ブロックの段階を上げて消します。なんかちょっとよくわからないね使ってみないとわからないね。はい、これってことは3万コイン貯めるのにさっきのコイン枚数30何枚とかだとこれ地獄だね貯めるの大変だよこれ。じゃあ今ね、ゲットしたキャラクターを使ってやってみますか。どこで、あ、ここでセットできるのかな、枚積む。何がいいかな、何がいいかな。ドナルド、ブロックの段階を上げてってよくわかんないね。どういうことなのかな。この辺がやりやすいかな。一回このアリス使ってやってみようか。他は2段階ブロックを生成。ちなみに最初のやつは、これは、これは普通な感じなのかな、多分。いいよは、ブロックをさ、ブロックを消します。なるほど。ブロックを消します。削除ブロック数2個。まあ、とりあえず一番端っこのこれセットしてみようか。とりあえず一番端っこのこれセットしてみようか。はい、戻る。で、これでプレイだね。じゃあこれ、プレイして最後にしたいと思います。あーなるほど。これアイテムを使えるんだ。なんかまだちょっとレベルも低いし、今アイテム使うのはもったいない気がするから、使わないでおこう。このままプレイしよう。もったいないもんね。はい。これもコイン必死に貯めてガチャをやってキャラクターをどんどん出していく感じなのかな。つむつむと変わんないのかな、その辺は。なんか難しいんだよね。よくわかんないんだよね、これね。何が正しいんだろう。合ってんのかな、これ。お、青に変わった。もうとにかくこう動かしてれば、なんかこれ連続とかあるのかな、コンボみたいな。あ、1コンボってなってる。コンボもあるのか。いや、これコンボも難しくない？なかなか。どういう風にしたらいいのかがね、いまいちよくわかんない。お、グッドって出た。何がグッドなんだ。あ、ナイスジョブ、ナイスジョブ、ナイスジョブ。何がナイスジョブ。なんかやった。あ、キャラクター、あ、まだ使えないか、まだ使えないか、発動できないか。何がナイスジョブだった。おお、なんかできた、できた、できた。なんだなんだ、よくわかんないぞ。あ、しかもオレンジに変わっちゃった。オレンジに変わっちゃった。これダメじゃん、オレンジに変わっちゃったら。な、これは慣れるのにすごく時間がかかりそうだ。お、またなんかナイスジョブになった。あ、コインコインコイン。こう、なるべくこう、なんだろう、こう、つなげたりとかして、おっと、終わっちゃった。コインが58枚。きついな、これは。いや、これ3万とか多分、なんか昔の最初の頃に出始めのつむつむみたい。これ大変だよ。なんかレベル2になった。レベルアップした。あ、1000コインもらえた。なるほど。今日のミッション、あ、ミッションもあるんだね、今日のね。選ばれた鳥と一緒に今日のミッションをクリアしましょうと。はい、閉じる。トイミッションが遊べるようになりました。そっか、今からできるってことだね。はい、というわけで今回試しにこのトイカンパニープレイしてみたんですけど、まだちょっとよくわかんない。今始めたばかりだからプレイの仕方がいまいちよくわかってない。まあこれも多分練習すればね、楽しいゲームだとは思うんですけど、まだちょっと楽しさがよくわかんないですね。ただ仕様がかなりつむつむに似てるので、やりやすいかもしれないですね。つむつむやってる方はスッと入れると思います。はい、僕ももうちょっとこれプレイして一旦遊んでみたいと思います。また何かあれば動画化するかもしれないです。とりあえず遊んでみます。はい、皆さんもぜひダウンロードして遊んでみてください。じゃあ今回はここまで。チーでした。いや、難しいなこれ。よくわかんなかった。